はい、今日はですね、はい、まあ、今週ねずっと話してに出てましたけども、その R1 グランプリで決勝に進んだ松本クラブとアキラ 100% の話なんかをね、今日はせっかくなんで、ああいいですね、ちょっとしたいなと思うんですけど、この2人に関してはですね、そのちょっと共通点がありまして、はい、2人ともその お笑いやる前にお芝居やってるんですよね。あ、そうなんだ。アキラさんもそうなんですか。そうなんですよ。だからそのなんか変わり種というか、うん、その結構その芸人になったのも遅めなんですよ。はい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 。で、アキラも芝居ずっと長くやってたし、うん、その松本クラブもシェイクスピアも10年以上やってた、うん、それでお笑いやってっていう話なんでね。なるほどね。で、アキラ 100% はそのアキラ 100% ってもともとコンビだったんですよね。お、タンバリンっていう。はい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 。で、今もピンでやってますけど、そのピンになった時のこの芸名、アキラ 100% という芸名をつけたのは、うん、何を隠そう、僕の相方なんですよね。え、あの渡辺さん。そうです。渡辺隆がアキラ 100% という芸名をつけて、その名付け親なんですよ。それはどういう由来なの。なんかね、うん、そのピンになるっていう風になった時に、うん、何の名前がいいかなみたいなのを、まあ、こうね、話してたらしいんですよ、うん、で、こんなのがいい、こんなのがいい、こんなのがいいみたいな話をしてて、アキラ 100% って言ったら、それいいねみたいになって、うん、なったらしいんですよ。え、それ本人がいいねって。そうですよね。なんか僕もなんかこの名前はちょっと好きなんですけどね、アキラ 100%、うん、覚えやすいなと。確かにね、うん、っていうのがあって、さらにそのアキラの奥さんいるじゃないですか。はい、結婚してるんですよね、はいはい、アキラ奥さんいるんですけど、うん、その奥さんとアキラが初めて会った日に、うん、僕も会ってるんですよ。え、どういうことそれ。あの、合コンやってたんですよ。おー、いい逸話だな。そう、アキラと僕と、はい、あとヤダンという3人がいて、はい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 、で、合コンやったんですよ。中濃いメンバーでいいんだよね。そう、で、アキラも僕もそんなにそんなに合コンの経験もなくて、まあ、ヤダンはちょっと得意なのかもしれないですけど、若いし、はいはいはい、そういった時に、そのアキラの奥さんがいて、そのアキラの奥さんって、やっぱちょっと一番人気だったんですよね。その男からしてみて、はいはいはい。それでその後、まあ、僕は会ったのは一回きりでしたけど、それでその知らぬ間にですよ、もうアキラは誰に何も言ってなかったんですよ。ちょっとお付き合いしてるだとか、はい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 、どっか遊びに行ってるっていうのも。それでいつの間にか結婚したって話を聞いて、それで相手を聞いてびっくりしたって。え、あの時のと思って。その時長谷川さんもいいと思ってたの。僕もだから一番人気なんだから。そうそうそう、一そのメンバーの中で僕もいいと、あ、ちょっといいかなと思って。もしまかり間違ってたら長谷川さんの、ね、奥さんなったかもしれない。そうなんですよ。だからアキラとは僕も年齢も近いんでね、そう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 、だからもしかしたらうわあったかもしれないなと思って。そういうのはアキラにあって長谷川さんにないものって髪の毛。そうですね。そっか、そこがやっぱり、まあ、ありますね、それは。あ、ね、まあ、それ以外にもいっぱいあるとは思うんですけど、うん、そういった合コンがきっかけなのね。そうです、そうです、もともとそうですよ。これ言っちゃっていいのかどうか。ないですけど。向こうの親とかもいたらね。いや、でも全然別に悪いことじゃない。悪いことじゃない。悪いことじゃない。なるほど。そうか。で、そうか。で、彼、結婚してからじゃあ割とこう、調子良くなってきたってことですか。そうなんですよ、僕のイメージだと。まあ、結婚したのと、あの、なんていうんですか、その、お盆芸というか。裸になったのと。まあ、裸芸だよね、要はね。でもね、アキラに関して言えば、僕はそのね、ピンでネタとかね、まあ、散々見てる時に、アキラってちょっとやっぱ爽やかというか、芸人してない人間だから、はいはいはい。で、結構下ネタとか言ってたんで、僕は、いや、アキラ爽やかだから下ネタやめた方がいいんじゃないっていう話をしたことあるんですよ。うん、あ、そうかって言ってる間にはね、すっぱだかでね、やりだして、それでガンって言ったから、その僕の言ってるアドバイス真逆だったな。まさかそんな裸で、うん、口には出してないじゃん。まあ、そうそうそうですね。裸ではいるけど別に下ネタを言ってるわけじゃないよ、ね。まあそうなんですけどね、言葉では存在が下ネタなんだけどさ。そうなんですよ。言ってしまえば、いやいやいや、でも、うん、頑張ってほしいですよね。いや、そうですね、まあまあ本当。そうそうそう、やっぱりあの役者さん上がりっていうのは何、基本ができてるとかそういう感じになるんですか。まあ、そうですね、2人ともやっぱ演技うまいですよね。どうしてもピンでやる時って、うん、その相手が見えなきゃダメだったと思うんですよ。こういう人にこう話しかけるにしても何にしてもね。何、珍しくまともなこと言ってるの。いや、まともなこと言ってる。何まともなこと言ってるの。いや、まともなこと言うんですよ。だから松本クラブなんかもやっぱ目の動きだとか、そういうね、本当に前に人がいるようなっていうね、演技がやっぱ上手いなと思うから。おー、そうそう、だからこれから2人は多分本当ね、お芝居だとか映画だとか、そういう役者の方面のやっぱお仕事方向あるかなと思いますよね。今日長谷川さんが演出家に見えてしょうがないんですよ。
演出家じゃないですけど、何を偉そうにしてるんだこいつは。ただその2人のね、あの話が、そうそうそう、いや本当ね、なんか本当嬉しいですよ本当。そうだよね、仲間としてね、そうそうそう、ね、この番組もね、2人とも来てくれてます。そうですそうです、そうそう、もうまたすぐ来てくれると思いますけどね必ず来てくれると思いますけどね来ざるを得ないよ、いやいや、いや決して無理強いはしてませんけどきっと来てくれると思います。絶対絶対来てもらいましょう、それはもう、はい、それはもう約束ということで、はい、楽しみにしております。はい、来てください、はい。